はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回ね、この2問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回同様、今回も場合の数ですね、何通りっていう問題で、次回から確率出すやつをやっていくんですけど、で、まず1番からいきます。で、今回5人人がいる、 ABCD がね、で、これが1列に並びたいと。で、並べるときに A と B が端に来るように、で、端になるようにするときに並び方何通りあるか求めなさいという問題で、これはもう A と B がね、だから A かこの B が端っこにいてさ、あとこう並べていくっていうのを全部書き出してももちろん OK なんですけど、まぁ、ちょっと工夫をしていこうかなと。でね、まあ、考え方はいろいろあるんですけど、まぁ、こう5人分席がありますよね。で、まぁ、A と B が端っこって言ってるから、だから前にしようか。だから後ろね。まあ、AB 固定してしまって、書き出すときにさ、毎回 A と B 書くのめんどくさいから。だからあと、BCD の3人をここに自由に並べれば、これがまあ BCD でも BDE でもさ、A と B は端っこにいるじゃん、絶対に。だから、これ5人を並べる問題だったんだけど、BCD、あ、ごめん、間違った、CDE だ。の3人を中に並べるっていうふうに、そういうふうに話を変えて、じゃあ樹形図書いていこうかなと。いう感じに行こうかと思います。で、まあ、3人なんで、別に樹形図ね、書く人はそこそこないんだけど、まあ一応書かせて。で、この並べ方は、C をここに入れたら、固定したらね、あとは、D 来て、E を来ると。あと2人しか残ってないからね。で、C と D が来たら、もう E は決定だからさ、だからこうなるよねっていう。普通に CDE と CED って書いてもらっても全く問題ないんだけど。で、じゃあ一番左をじゃあ D で固定すると同じような感じ。残りが C と E だから、C と E。で、DC で来ればもう E がのしか残ってないからね。E が来るし、DE で来れば C しか残ってないからこうだよねっていう。いいかな。で、ちょっと入らなくなっちゃったんだけど、もう、一番左が E のパターン。このパターンも、あとは C と D が残ってるんで、こうなる。で、あとはこうですね。だからまあ樹形図を書かなくても CDE、CED、DCE って書いてても全然構わないんですけど。ただ、この問題ね、地味な引っ掛けがあって実は、これ今書いたらさ、1、2、3、4、5、6じゃん。よし、終わった !6 通りって書いて罰を食らうっていうね。そう、これすごい細かいミスなんですけど、結構俺定期テストで見るイメージがあって、これ最後、6ですよね。6×2 で12通りの答えです、これ。さ、なんでかっていうね。で、これは、今 A と B が端っこになるようにってやりましたよね。今、A と B 確かにこう端っこにしたんですよ。例えば CDE だったら、ACDEB って並んでるパターンなんだけど、これ AB もちろん OK なんですけど、これ BA も OK なんですよね。だから、この端っこの選び方が2パターンあるの。さらに CDE って言っても、ACDEB もあれば、BCDEA もある。逆になるパターンも。あるので、その6を2倍しなきゃいけない、最後。っていうのが地味な引っ掛けですね。まあ12個しかないからさ、最初に言ったように全部書き出しても、まあもちろんいけるんですけど、まあさっきも言ったようにね、割と結構出てくるイメージ、引っ掛けようと思って先生が、があるので、もし出てきたらね、気をつけてください。このパターンね。で、2番はサイコロです。サイコロ2個使うんですが、出る目の数、片方のやつを A、片方のやつを B とします。小文字のね。で、AB を同時に投げるときに、A 分の B、こいつが整数になるのは何通りか求めなさいという問題になります。いいかな。で、これどうやるかっていうと、まずサイコロ2個使う問題っていうのは、これ全部で36通りです。だから確率をやるときは、必ず36分のほにゃららって書いていくんですけど、まあ今確率じゃないんでね、一応全部36通りってのはまあ覚えておいてください。で、
全部の樹形図を書いてチェックしてってももちろん構わないんですが、時間がかかりすぎる。サイコロの樹形図めんどくさいんでね。だから、サイコロって1から6でしょ。なので、片方、だまあ A だね。こっちの A が、まず1の時を固定してやります。いつも通り。1からね。で、じゃあ A が1の時、A 分の B が整数になるのって何があるかなって考えていくの。1個ずつ。いいかな。で、これちょっと、実はさ、ほんと1からやるべきなんだけど、ちょっと飛ばさせて。次2からやらして。後で理由言うから。じゃあ A が2の時です。つまり、2分のほにゃららになってる。2分のほにゃらら。で、これが B が何が出れば整数になるかっていうと、2分の1って、分数整数じゃないからね。2分の1はダメ。2分の2なら、1になるから。約分してね。OK。2分の3ダメ。2分の4は OK。で、あと2分の6も OK。みたいな感じで1個ずつ書いていきます。で、もう1個3もいくね。ちょっと。1はまた後に戻るから。3も同じ。3分の1ダメ。3分の2ダメ。3分の3 OK。3分の4ダメ。3分の5ダメ。3分の6は OK。いいね。整数っていうのは、まあもちろんマイナスも OK になるんですけど、普通の1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これが整数。まあもっといけるけどね。いい。分数 NG なんで。だから分数なんない時を確認すればいいんですけど。っていう感じで全部やっていきます。で、1戻ろっか。でね、1は実は全部なんです。1分の1、1分の2、1分の3、1分の4、1分の5、1分の6っていうね。全部 OK だと。で、もちろん全部書いてもいいんですけど、なんだろうな。俺ね、ほんと細かいんですけど、確率のところって結構時間かかるんで、テストの時に時間間に合わないっていうことが出てくるんですよ。ゆっくりやっちゃうとね、樹形図書いたりするからさ。だから、全部って時は、これね、まあ、みんな印好きにやっていいんだけど、6通りとかね、なんか、全部書かないでも6通りみたいな書き方をしてもいいのかなと思ってます。自分は。もちろん全部書いてもいいんだけど、枝6本出してね。そう。あとだって数えるだけだからさ、結局。で、4に行くと、4分は4分の4しかないんだよね、もうね。で、こっからはもう全部それです。5分の5しかないし、6分の6しかもう整数なりません。約分できないんでね、他がね。いいかな。で、数えていくと、まあ、これも6だからさ、6、7、8、9、10、11、12、13、14。だから、答えは、14通りと。これで終了になります。いいかな？だからもし、この2番の問題がその同じ条件でやって、A 分の B の値が整数になる確率を求めなさいってもし、いう問題だったら、サイコロ2個は36通りってもう決まってるんで、36分の14で約分して18分の7みたいな答え方になります。いいかな？確率のところのテストってこういう風に場合の数も出てくるんですけど、確率がメインになってくるんで、問題しっかり読まないで全部確率を出すって思い込んでしまって、何通りって聞いてるのに、今言った、18分の7って書いて、罰を食らうみたいな。そういうもったいないミスも出やすいから、そこもね、ぜひ気をつけてもらえたらと思います。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。